皆さんどうも、ボシメルレイです。12月にとうとうなりまして、今年も残すところ1ヶ月を切りましたそして、羽生結弦、アイスストーリー第3弾、エコーズオブライフまで、もう残り、多分これ投稿した時には、残り1日になりました。今日は12月6日の深夜です。で、私も先日ですね、羽生結弦さんと同じく、まあ、羽生結弦さんはまだなんですけど、年を重ねまして、そのタイミングでまた私は風邪をひいてしまい、ちょっと今鼻声っていうところで、なんとかね、アイスストーリーまでには体調を万全にしていきたいところなんですけれども、はい。本日はその当日やってみたいなっていうことがあって、皆様へのお知らせということで動画を出させていただいております。私どっかあれかな、ハロウィンの時にやったライブで言ったのかな、アイスストーリーさんアイスストーリーさん、エコーズオブライフ、12月7日の公演、私チケット取れてまして、行くんですよ。で、やっぱせっかくね、やっぱ羽生結弦の誕生日に羽生結弦にさ、お会いすることってなかなかレアじゃん。まあ今までグランプリファイナルとかあったものの、でもそんなさ、誕生日って浮かれてられないやん、グランプリファイナルなんて。多分、おそらく。そう、こんな形でね、羽生結弦さんの誕生日を一緒に過ごせるタイミングって、ほんとなかなかないので、せっかくなので、皆様のね、このおめでとうの気持ちも私の動画に載せて、まあ、ゆずに届けようかなと思っておりまして、で、まあ、簡単にもうメッセージ動画をそのまま私が回して撮れればなって思っております。で、当日12月7日なんですけれども、私はまあ2時半ぐらいから3時までの間で自分の動画のこのなんちゅうの素材を取り切ろうと思っていて、3時から4時半ぐらいには入場したいから、まあ、3時半だ。3時半から、ま、だいたい1時間ぐらいの時間を使って、まあ、もし、よろしければ、皆様のメッセージをいただこうかなと思っております。で、物販の整理券取るの忘れました。あ、なんか物販の情報出てるわ、いろんなグッズあると思って、整理券の情報を見るの忘れちゃって、なので、もし私はグッズ買うとしたら終演後になるんですけれども、マジで忘れました、撮るの。ほんまに。私はもう、その、イベント系のグッズはもう、結構、抑えめに行こうって、ずっと前からね、いろんな、ユズ以外の界隈でも決めてるので、ほんまに今回はキーホルダー、布のキーホルダーと、マスキングテープが買えればなっていうぐらい、です。そう。んで、そう、だから事前に物販買わないので、本当に、そうね、3時ぐらいから、皆様のメッセージを取れればなと思っていて、で、イメージとしてはもう本当に、長いとね、私、編集に大変になっちゃうから、もう本当におめでとうぐらい。なんか一人の方だったら一人でおめでとうとか、で、なんか集団の方やったらね、その、大人数でおめでとうぐらい。それをもういっぱい、編集で、つなげられればなと思っております。で、もちろんね、映してほしくないって人は、なんかこう、足元だったりとか、なんか自分の持ってるグッズでもいいですし、まあ本当に空映すとかでもいいんですけど、まあ基本的にはこう、映しながら、全モザイク処理はしようと思ってるんですけれども、まあこんな感じで、こんぐらいの形で。はい。で、場所がね、やっぱあんまりね、人の邪魔になるところは嫌なので、イメージとしては、デッキのさ、でっかいさ、ポスターみたいなのが飾られてるやんか、たまわりって、この前のリプレイもそうやし、今回のエコーズも。あれを、デッキ挟んだ、こっち、駅寄りのところか、もしくは、欅広場か、もしくは欅広場を下がったところのどこか、なんかこう、当日ね、人の、この具合を見てね、どこがいいかなっていうのを決めれればいいと思ってるので、どこで撮影してますよっていうのは、こちらの私のツイッターの方で、
つぶやこうと思いますので、ぜひ、見ていただければ、よろしければフォローとしていただければと思います。はい。です。なので、ぜひ、本当にね、おめでとうぐらいの一言しか、ちょっと載せれないとは思うんですけれども、ぜひぜひ、必ずこれ、羽生結弦見てますんで。ぜひ。で、そう。だから、たくさん撮っちゃうとね、本当編集大変になっちゃうから、本当に3時半から4時半ぐらいまでの1時間で来れる人はっていう形にしようと思っております。私もうさ、その日さ、夜中にさ、京都に旅立っちゃって、日曜日ちょっと京都でね、大学時代のサークルの OB 会に参加しないといけないの。もう多忙なの。で、撮影ね、協力していただいた方には、ちょっとね、今回、なんか、ありがとう、ボシュベルレイよりみたいな、なんかステッカーをね、シール屋さんか何かにね、頼んで作れればなと思ったんやけども、バタバタしていて、もう頼んでたら納期間に合わないってなっちゃったので、ちょっとコンビニで簡易的にね、シール作ったんだけど、ちょっと見て。え、プリクラみたいで可愛くなっちゃったんやけど。え、可愛くない？なんでこれね、2枚、プリクラみたいでね、可愛いでしょ？だから、もうさ、これいらなくてもさ、もう、これね、一応。2024年12月7日、ゆずハッピーバースデーって書いてあるから、もうなんか手帳に、今日ゆずの誕生日だったな、ペって貼ってもいいし、もうなんか、その辺に貼ってもいいので、ぜひもらってください。プリクラみたいで可愛いやつ。で、あとちょっとね、平成感の溢れるデザインにしてみたので、可愛いよね。あんで、これと、ちょっと、プーの、なんかジップロックみたいなのにアメちゃん入れるので、それもらっていただければなと思います。可愛いでしょ？そう。今度こういうの作るときはちゃんとね、シール屋さんに頼んでね、いい感じのステッカーを作りたいんですけど、今回はちょっと簡易的に、でも可愛くなっちゃったので、はい。という形です。なので、ぜひ、当日会場に来られる方、あ、別に撮影はいいよって方もね、お声掛けいただければ嬉しいです。で、撮影協力していただける方はもうぜひぜひお声掛けくださいっていう形です。はい。まだまだ私は体調不良なんですけれども、皆様、体調には十分気をつけて、羽生結弦さんの誕生日を迎えましょう。で、ラスト、最後です。ぐだぐだしちゃったんやけれども、てか、もう動画出してすぐやな、これきっと。動画出してすぐになっちゃうと思うんやけれども、12月6日の23時55分から、最大で30分、羽生結弦さんハッピーバースデーライブ配信でもしようかなと思っているので、はい。もし、お時間よろしければ、遅い時間なんですけれども、来ていただければ幸いです。12時ピッタのタイミングとかってね、おのおのでしたいこととかもあると思うので、遅れて参加していただいても全然いいので、よかったら来てみてください。その当日のね、今日今言ったようなお知らせを再度アナウンスさせていただこうとも思ってますし、はい、エコーズの公演前に皆様でいろいろとウキウキできたらなと思っておりますという感じです。ありがとうございます。では皆さん、また動画で会場でお会いしましょう。